こんにちは、パラエストラ八王子でレスリングクラス担当してます中村剛です。新宿に剛カレー、健康にいいカレーオープンしましたので、ぜひご来店ください。待ってます。おざす。かかった時とかに簡単かつ結構強力、おすすめな切り方ちょっと2つほど紹介します。で、こうなった時、まあ、下がるとは言っても相手もしっかり引っ掛けてるし、足が生きてる状態だと下がろうとしてもちょっと詰めてもらっていいですか。このいたちごっこ、こういういたちごっこ、こういう時はまず一つは相手の足が動くからいたちごっこになるわけなんで、相手の足を両手でこう止めちゃいます。こういうで止めながら、この止めながら押す力、押すと反作用の力で体が下がると思うんですけど、力を利用して腰を切って重くしていく。ここをとにかくストップさせて、絶対に動かさない。ちょっと前に出てもらっていいですか。ここでストップしながら切っちゃう。これ簡単かつ結構効くんで、ぜひ自分のバランスさえ崩さなければしっかり切れます。で、もう一つは切るときに相手の肋骨、上半身の真ん中よりちょっと上です。肋骨あばらのところをこう、クラッチはまあお任せしますけど、クラッチして相手の肋骨をギューッと締める。上に締め上げる。こう締め上げながら胸の位置をずらしていくようにして切っていく。これも簡単で効くんで、クラッチをしっかり上に絞って、絞りながらも胸の位置をずらしていく。下に絞ったら若干これも腕はちょっとこう前に、絞った手を前にして腕の力で体が下がるように、こう反作用の力を使いながら体が下がっていきます。これも抑えながら反作用で下がっていく。これも絞ったらちょっと前に腕をやって反作用で下がっていく。ちょっと口でやるよりやった方が早いで。